はい、果てなきルートポケットモンスターファイアレッド実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。そういえばこの要素があるのを忘れてましたが、ファイアレッドリーフグリーンはね、なんか一回なんだ電源を落としてから 再起動するとこう前回までのあらすじを追ってくれるんですが、4つぐらい振り返ってくれるのかな、項目を。はい、その時にね BGM がないのがちょっと寂しかったですが で、前回はニビシティのジム、なんだ、ジムトレーナーじゃなくて、なんて言うんだ、ジムリーダー、ジムリーダー ダメだ、今日も頭が働いてないですが、ジムリーダーたけしにね、勝つことができたので、この先進んでいきたいと思います。で、あ、もみじちゃん間に合ってよかった。オーキッド博士の助手です。お届け物を頼まれたのでお渡しします。どうぞ。やったー、やっと走れるようになった。もみじはランニングシューズに履き替えた。広いところで B ボタンを押すと速く走れます。では私は研究所に戻ります。それではありがとう。手紙がついてる。もみじへ。頑張ってるもみじにランニングシューズをプレゼントするわ。応援してるわよ、頑張ってね。ママより。ありがとうママ。これをどんだけ待ち望んでいたか。まあ、歩いていくのもさ、まあ、趣があっていいんですけど、やっぱランニングシューズがあると全然動きやすさが違いますね。ということで、ここら辺のトレーナーと戦っていきましょうかね。この2人中心でレベルを上げていきたいと思います。ちょっと君、今私の方見たでしょ。はい、レベルアップで女王が空手チョップを覚えたいそうなんで、ケタグリよりも空手チョップの方が使いやすそうな気がするんですよね。相手が重いほどダメージも大きい。まあでも急所当たりやすいんで変えましょう、空手チョップに。今のところうちの、なんだろう、切り込み隊長的存在はジョーかもしれないですね 火力が単純に高いっていう。レベル上げたいからカジルくん出して、で初めての登場ですね、アーボ。結構敵のレベルが高くてですね、もうちょっとアトリアちゃんが瀕死になっちゃってるんですが、千歳に頑張ってもらおうかな。よしよし、いいぞ。毒タイプ、なんだろう、向こうのさ攻撃の毒針ってめちゃくちゃこっちが毒状態にさせられやすくて、わかんない 被害妄想かもしれないんですけど、かなり厄介なんですね。その分千歳は毒状態にならないな、ならないのかな、毒タイプは毒にならないのかな。やば、そこら辺もちょっと曖昧なんですけど、まあ、とにかく毒針で毒になったことがないので、千歳は今まで。なんで任せたいと思います。ここ入れ替えるか。ただ、鶴の鞭は効かないので、あんまり体当たりで頑張って落としてほしいところ。あれだね、千歳は物理タイプじゃないから、やっぱりちょっと攻撃っていうか火力の面ではまだちょっと進化を発揮できない感じですね。葉っぱカッターとかその辺を覚え出したらまた違うかもしれないんですけど。よしよし、やっとこの辺3人目のトレーナーを倒しました。なんか 一人一人戦った後、なんか絶対ポケモンセンターに戻ってる気がするんですけど、レベル足りないのかな。でもね、あんまり上げすぎちゃうのも多分皆さんからしたらあっさりすぎてつまんなーってなっちゃうと思うので、苦戦してるぐらいがちょうどいいのかな その分あれですよ、回復アイテムには
頼らせてもらいますけどね。ちょっと何分なんだろう、縛りプレイにはあんまりちょっと私のメンタルが耐えきれるかわからないのでまあ普通に楽しめる程度に頑張っていきたいと思います。てかトレーナー多いなこの辺。君ポケモントレーナー？じゃあ早速私もハットを入れていきたいと思います。初めてじゃないか、ニドラン、メスか。ちょっとレベルが並んできたんで、確か特性がなんか毒のトゲとかで物理攻撃与えると毒になっちゃうとかいうのが怖いので、アトリアの電気ショックでバチバチにしびれさせてやりたいと思います。そうで、なんか青葉と2回目に戦ったとこ、トキワシティの左側あるじゃないですか。あそこにニドランって出るのかなって思ってたんですけど、なんか出なかったんですよね。ほんと優しく勝負できないごめんね。多分初代の頃は出てたと思うんだけどな。なんかやっぱバージョンによって出るポケモンとか場所とかがきっと違うんでしょうね。鬼スズメも初めてだ。ちょっとカットする気満々だったから今黙っちゃったけど、これはアトリアちゃんの領分ですね。ただレベルが高いのよな。だって千歳が一番レベル高いけど、もう普通に負けてるもんね。あーいいねやっぱ女の子の吸収率が異常に高い私のポケモンシリーズ。さてちょっと回復に行ってまたトレーナー戦をこなしていきたいと思います。全然進まないねこっからまだ。そういえば技の説明のとこに物理とか特殊って書いてないから、もしかしてエメラルドと一緒で、なんだろう、タイプごとで物理特殊みたいな感じで分類されてるのかなこの世代まだ。そして新しい、あれトレーナーなのか。いや、今あんた幼かった？お、プリンだ。性別が、あ、ですよね、メロメロボディでしょ。メロメロって意外と厄介だよね。ただ攻撃が入らなくなるまでちょっとカジル君に頑張ってもらおうかな。あ、はいうわー、歌われた。これはうちの女性陣に頑張ってもらうしかないね。行くんだアトリアちゃん。うわー、ちょっと火力高くないか。歌をやってくると読んで、もしくは麻痺急所。うわ硬っ。どうしよう、電磁波入れた方がいいかな。電磁波入れよう。ちょっとまさかこんなにプリンが強敵だとは思ってなかった。いいよ相変わらず電磁波には助けられる今作ですな。今年じゃない、今作も。いいねいいね、電磁波強い。あとちょっとだよ。丸くなるってさ、電気タイプには特に意味ないよね。特殊技だよね電気って。よし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 、よく頑張った。レベルも上がりまして、いい感じですね。お、電光石火、いいよいいよ。何にしよう、鳴き声かな。物理アタッカーが多いので、うん、鳴き声と変えよう。はい、電光石火を覚えた。もう終わりあ、賞金が200円を超えたぞ。さてここで新しいポケモンを探していきたいんですが、カジルくん起きるかな多分戦ってる間に起きると思うので、まあ、この辺でまた新しいポケモンを探していきたいと思います。お、
来た来た、ニドラン押す、押すか。どうしようかな。電光石火でどれくらい入るか。あ、いい感じに削れるね。じゃあ、モンスターボールを投げてみましょう。ちょっとなんか色かぶりしてるね、カジルくんと。いっか、お揺れないか。あ、つつく覚えてんだ。体当たり入れたら倒しちゃおうかな。いや、倒しちゃいそうだな。ちょっともう一回投げて、無理だったら体当たり入れてみます。それかアトリアに電磁波を入れてもらう。3回ゲット。よし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 、いい子いい子。ニドランオスが新たに仲間になりました。草原のポケモン。ニドランオス毒針ポケモン。50センチ9キロ。耳が大きく遠くの音を聞くとき羽ばたくように動く。へえ、怒ると毒針を出す。大きいお耳が可愛いですよね。はい、ニドランオスは進化するとニドキング、王様になるので、オースケでオースケくんでいきたいと思います。さてさて、オースケはどんな感じなんでしゃろ。気まぐれな王様らしいですね。まだ王様じゃないんだけど、王子かな、まだ。毒のトゲ、触った相手に毒を与える。ステータスもなんかバランスがいいですね。はい、こんな感じと。オースケもなんか強いと思うんだよね、育てると。ひとまずさ、ここで新しい子を探しますか。お、鬼スズメだ。鬼スズメゲットしましょう。電光石火、いい感じいい感じ。そうで、なんか全然話変わるんですけど、なんかちょっと前に普通に友達と遊んでて、なんじゃもんじゃっていうカードゲームを遊ぶ機会があったんですよ。そして朝に捕まってくれるオニスズメ、かわいい。そうで、なんじゃもんじゃをやっ て、やっぱりなんかネーミングセンス独特ねって言われて、あ、やっぱりかと自覚しました。いや、元から自覚はあったんだけどね。荒れ地のポケモン、オニスズメ。小鳥ポケモン。30センチ2キロ。忙しくあちこちを飛び回る。体力は少ないが、オウム返しを使うと手強い。ウニスズメね。むしろスズはこっちなのでは。ウニスズメだもんね。あれー、まあまあいいか。違うニックネーム考えていきたいと思います。おかかちゃんにしようかなと思います。おにぎりでもいいかなと思ったんですけど、おかかの方がなんか響きが可愛かったので、おかかちゃんで。はい、おかかは誰かのパソコンのボックス1に転送された。さて、ちょっと回復しがてらおかかちゃんに会いに行くのもいいですが、もうちょっとここを探索するか。で、なんじゃもんじゃについての説明を全然してなかったね。そう、カードゲームがあるんですけど、なんじゃもんじゃっていう、なんかいろんなキャラクターが書かれていて、それを初めてめくった時に、なんか自分が名付け親になって名前をつけるんですよ。で、何回かそれを繰り返していって、2回目以降同じキャラクターが出た時に、一番早くその名付けた名前を言った人が勝ちで、そのなんだろう、たまったカードをもらってって、一番多い枚数取った人が勝ちみたいな。お、プリンが来たぞ。そう、そういうゲームがありましてですね、それを楽しんでめちゃくちゃやってたんですけど、この前まあ案の定ですよね。でもね、意外と私覚えるの得意なのかわかんないんですけど、お
いい感じに勝つことができたんだけど、オレンの実か。もう一発入れとくか。よし。で、モンスターボールもうちょっと買い足してもいいかもね。で、多分ここに出るのはプリンが最後かなと思う。多分記憶が合っていれば。なので一回町に戻って紹介していこうかな。草原のポケモンプリン、風船ポケモン、50センチ 5.5キロ555だね。丸くて大きい瞳で誘い込み、心地よい歌を歌い相手を眠らせるらしいですね。歌マロちゃんにしようかなと思います。やっぱ歌うっていう印象が強いのと、なんかその前髪がなんか知らないけどマロっぽいなって思うので、歌マロで。ちょっと石鹸みたいな名前になっちゃいましたけど、さてさて、じゃあ一回、リビシティに戻りたいと思います。はい、おかかちゃん、テレアなおかかちゃんです。イカ注意だって。イカつい顔して可愛いですね、おかかちゃん。バランスがいい。攻撃素早さ、鋭い目、相手に命中を下げられない。つつく鳴き声、結構なんか鬼スズメとかその進化系の子とか割と強めなイメージありますけど、どうなんでしょうね。そして歌丸ちゃん、せっかちな歌丸ちゃんです。早く歌わせろって感じかな。メロメロボディ、触った相手をメロメロにする。これは結構強いんじゃないかなと思うんだけどな。意外と特攻も高いんですね。はい、歌う、丸くなる。ああ、攻撃手段がないのかこの子。はい、こんな感じです。ひとまずパーティーの入れ替えはいいかな。さてさて、じゃあモンスターボールを買っていきたいと思います。大助は進化系が強いんですよね。で、育てようかどうか今迷ってるんですけど、とりあえずはそのまま行こうかなと思います。また10個買っちゃうか、モンスターボール。いっぱい捕まえるし私。さて、多分ここはもう新しい子は出ないと踏んでいきます。お、それはグレーバッジ、たけしにもらったんだね。俺もたけしを見習って強いだけじゃなくてみんなに慕われるジムリーダーになりたいな。あ、いい目標だと思うよ。この辺はアイテムないかな。一応見て回っておきますか。なさそうかな。でもはい、なさそう。いた、つまずいて転んじゃった。ポケモンの石つぶてたわ。なかなか大きいんじゃないかそれ。はい、で、多分ここにアイテムがあるはず。キイの実。そう、なんか今作はね、このなんだろう、ちょっと濃くなってる部分があって、そこに多分基本的にキイの実かなが落ちてることが多いので、まあ忘れないように取っていきたいなと思います。てか、こんな近くにあったんだね、ポケモンセンター。ボールをベルトにセット、123456と。うん、連れていけるポケモンは6匹までだ。さて、花ダシティの民家襲われるか。新聞にロケット弾の事件が載らない日はないな。まあ、ポケモンといえば、悪の組織といえばみたいな、ロケット弾はまあ有名なんじゃないかな。ポケモンをたくさん捕まえて持ちきれないときはパソコン通信で預けるといいよ。新聞だ。なんか新しい方のポケモンだとさ、なんか普通にこの手持ちの画面からなんかボックスにそのままつなげられるみたいな、なんかシステムになってて、すごい便利だなと思うんですけど。はい、ちょっとカットが入ったかと思いますが、おじさん、ジョーちゃん、あなただけにいいお話がありまして。秘
秘密のポケモンコイキングがなんとたったの500円。どうだい、買うかね。これさ、あのニビシティで買っちゃったって言ってた子がいたよね。で、あとなんかアニメのポケモンで、私もその回を見た記憶はないんですけど、なんか知識として知ってて、あのロケット団がコイキング売りのおじさんからなんかコイキングを買うみたいな、なんか確かアニメにあったと思うんだよね。アニメ再現ここだけしてみる500円、はい、ぜひ引き取らせてください。あ、女の子ですね。はい、エメラルドでもコイキングの女の子を仲間に入れた時にノボリンってつけたんですけど、ノボリンと一緒に旅できなかったので、前作はノボリンをちょっとパーティーメンバー入りも考えてノボリンで行きたいと思います。はいはい、これって連続で、あ、替えはしないんだ。そうそう、ポケモンの返品はお断りだからな。へえ、まあ返品するつもりはないんですけど、どうしよっかな。ノボリン、いや育てたい子いっぱいいるぞ。真面目なノボリン頑張ろうね。スイスイ、雨の時素早さが速くなる。防御が高いんだね。攻撃ちょっと低いな。まあでもコイキングだからしょうがないって言っちゃったらあれなのかな。ちょっと積極的に育てたいので、ゴースケ一旦ここにいてもらうか。よし、さあ、ではでは、どうしよう、多分カットしてるからもうちょっと行けるはずなので、お月見山行きたいと思います。洞窟入り口